ADSL スプリッタの例。1を電話回線に、2を電話機に、3を ADSL モデムにそれぞれ接続する。スプリッタ、または DSL フィルタはアナログ電話回線から送られてくる信号を電話機のための信号とインターネット通信のための DSL モデムのための信号とに振り分けるための分派器である。同時に今後置の働きも持つ。 電話機で通話をするのに、従来の電話回線では通話のための電気信号を電線で伝送する。この信号は、ほぼ 4kHz 以下の周波数の低周波である。従来の電話回線は、それ以上の高い周波数の信号も伝送する能力があり、ADSL 等の DSL では、この高周波帯域を使用して、インターネット接続を実現している。DSL に使用する。 周波数帯と電話機による通話に使用する周波数帯とが重ならなければ電話による通話とインターネット通信とが互いに干渉することなく同じ電線を使って同時に行うことができる DSL による通信では電話線上には電話による通話のための低周波信号とインターネット通信のための高周波信号とが同時に存在することになる本来 低周波信号しか扱わない電話機に DSL のための高周波信号が入力されると雑音が発生するなど動作に異常をきたす可能性がある。また本来、高周波信号しか扱わない DSL モデムに低周波信号が入力された場合も動作に異常をきたす恐れがある。スプリッターは電話機や DSL モデムが正常に動作するように電話線から 電話機のための低周波信号のみを取り出して電話機に送り、同時に DSL 通信のための高周波信号のみを取り出して DSL モデムに送る。電話による通話もインターネット通信も信号を受けるだけでなく相手に信号を送ることで通信が成り立つ。スプリッターの動作には可逆性があり、 電話機からの低周波信号と DSL モデムからの高周波信号とを混合させて電話回線に送り出す働きもする。つまりスプリッタは混合機としても働く。なお、スプリッタを使用する際、ここでは電話機と表現しているが、アナログ回線用のファクシミリやアナログモデム等も電話機と同じ扱いとなる。ありがとうございます。